前葉市長が市政について語るテレビ版市長コラム、今回は子ども園を作りますをお送りします。前葉市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム、今回は子ども園を作りますをテーマにお送りします。前葉市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、以前この番組で津市では待機児童ゼロとお聞きしましたが。そうなんですね、まあ、年度始めは待機児童ゼロ、それは間違いないんですけれども、実はですね、まあ、年度途中になると残念ながら津市でも待機児童が発生してるんですね。まあ、これ全国的な問題で、まあ、各地で待機児童問題と言われているもの、これは年々深刻化しておりまして、津市も残念ながら例外ではないということなんですね。で、まあ、これ年度途中で発生した待機児童は翌年の4月に、まあ、保育所に行っていただけるようにしたいわけですよね。そのためにはですね、定員を拡大しなきゃいけないということで、私立の保育所にですね、随分ご協力いただきまして、まあ、この定員の拡大というのをやってきております。ここ10年間で全部で542名分の定員が拡大をされました。これはですね、新たに保育所5箇所を作っていただきですね、また6箇所で増改築が行われると、まあ、こういうことで542名分が確保されたんですね。まあ、そういう意味でですね、待機児童ゼロ津市なんですが、まあ、これも綱渡りで達成されていると、まあ、こういうことになるわけですね。そういうことなんですね。はい、ということはこれからも保育所の定員を増やさないといけないということなんですね。そうなんですね。まあ、待機児童を解消するためにはですね、まだまだ定員を拡大をしていくということが必要なんです。まあ、しかしながらですね、まあ、全国的にも自治体の努力というのはですね、まあ、限界に近づきつつあります。まあ、ついに国はですね、本腰を入れてこの待機児童解消への取り組みをですね、加速することにしたんですね。国の取り組みとはどんなことでしょうか。はい、まあ、今年度からなんですが、子ども子育て支援新制度というのが始まりました。まあ、これはですね、教育と保育を量とそれから質ですね、その両面で向上させていこうという取り組みでありまして、まあ、財源としてはですね、消費税が上がりました、その増税分をですね、使っていこうと、こういうものなんですね。制度が変わって津市はどうするんでしょうか。まあ、この制度の下、津市内でもですね、まず民間の皆さんから、まあ、子育て世代のニーズに対応した動きが、ね、生まれてきているんです。それはどんな動きでしょうか。一つはですね、これは事業所内保育所と、事業所内保育という仕組みがあるんですね、できたんです。これは、待機児童が多い0歳から2歳を対象とする保育をですね、まあ、増やそうということで、地域型保育事業の一つとして事業所内保育という、まあ、仕組みがあるんですが、まあ、津センターパレスにですね、民間の事業所さんが津町中保育園というのを作ってくださいました。従業員の、まあ、0歳から2歳のお子さん方、それに加えて地域のお子さん方もですね、お預かりする、そういう保育が提供されています。それはいいですね。そうですね。それともう一つ、津市に認定こども園ができたとお聞きしました。はい、まあ、新しい制度なんですね、認定こども園。これはですね、まあ、いわば幼稚園と保育所の機能と特徴を合わせ持つ、まあ、そういうものなんですね。津市においてもですね、その第1号として、富士認定こども園というのが豊ヶ丘に開設をされました。まあ、幼稚園だったんです。これが保育所の機能も合わせ持つと、新設をされると、まあ、いわば幼保連携型認定こども園というものに生まれ変わったんですね。私立ではすでに待機児童の解消に向け動き始めているんですね。そうなんですね。
まあ、ただですね、私立の保育所幼稚園だけがですね、まあ、保育の拡充をしていくということになると、まあ、これはもちろん未来への投資として、まあ、引き受けてくださってるんですが、まあ、それに行政は、まあ、財政面で支援をしていくわけなんですけどね、まあ、これだけではですね、いずれ、まあ、行き詰まってくるだろうというのは目に見えてます。というのは、まあ、少子化が進行していきますので、まあ、園児数は減っていきます。そうすると、まあ、それは、経営にとってはリスクになるわけですね、まあ、そういうリスクにも備える必要があるということなんですね。まあ、そこでですね、津市立のですね、保育所や幼稚園でもですね、まあ、新たな取り組みを始めようと、こういう方針を固めました。津市立の子ども園を作るということですね。そうなんですね、まあ、実はですね、津市では従来から同じ敷地でですね、保育所と幼稚園を、まあ、いわば別々に運営してきていると、こういうケースがあるんですね。例えばカラスの浜っ子幼稚園、それから白山乳幼児教育センター、それから市市にはですね、高野保育園と高岡幼稚園が同じ敷地の中にあるんです。で、それはまあ、それぞれ、保育園と幼稚園だったわけですが、まあ、これをですね、一体化して子ども園にしましてね、保護者ニーズに合わせて保育時間を選択できて、かつですね、質の高い幼児教育を提供していこうと、まあ、こういう施設にしたいというふうに思ってます。で、まあ、一つの敷地のにあるところ以外のところでもですね、まあ、取り組みをしてみようということで、これは芸能なんですけれども、まあ、お隣同士なんですが、芸能保育園と向本幼稚園ってあります。それに、まあ、安西宇治幼稚園も一緒になってですね、まあ、子ども園、まあ、仮称芸能子ども園ということになるわけですけれども、0歳から5歳までの保育と教育を両方提供していくと、まあ、こういう一体施設にしたいというふうに思っています。津地域ではいかがでしょうか。うん、そうですね、津地域でもですね、まあ、これも仮称ですが津子ども園というのをですね、新設をしたいと思っているんですね。で、これは神戸幼稚園の園舎を、まあ、増築改築しましてね、そこにですね、まあ、3つの幼稚園、神戸と新町と修正、この3つの幼稚園とそれから新町保育園、を1つにして、この新しい子ども園にですね、津市にてずっと築き上げてきた、まあ、保育と幼児教育の技能と伝統、まあ、この新しい園に注ぎ込みたいと、まあ、こんなふうに思ってます。ということは、現在の新町幼稚園と修正幼稚園、そして新町保育園のそれぞれの園はどうなるんでしょうか。うん、そうですね、まあ、これらはですね、まあ、できればコミュニティ施設とか、あるいは公民館としてですね、地域の皆さんにご活用いただけるようにしたいと、まあ、こんな構想を持っております。まあ、例えばですね、新町幼稚園は今新町会館という別の場所にあって老朽化してますので、これをまあ建て替える、まあ、幼稚にしたいというふうに思いますし、まあ、修正幼稚園はですね、できればこれも京南公民館として活用をしたいと、まあ、こんなふうな構想を持ってます。これからどのように進められるんでしょうか。はい、まあ、今後はですね、これらの子ども園の整備方針について、まあ、地域の皆様、あるいは保護者の方々、そして関係団体の皆様に広くご説明を申し上げまして、まあ、ご意見をいただきながら、早期にですね、取り掛かることができるように努めてまいります。テレビ版視聴コラム、今回は子ども園を作りますをテーマにお送りしました。前橋市長、ありがとうございました。ありがとうございました。